はい、こんにちは、R99 です。サニーバードさんのですね、7月のですねニュースの方が配信されまして、その中でですね気になる新作、それとですね発表済みの作品の制作状況なんかがね出てまいりましたので、速報の形でまとめてみました。じゃあまずいきましょう。新作発表ですね。今回の多かったですね、一つ目こちらですね、ディビナーレですね。びっくりしましたね、これ出るんやっていう感じなんですけども、いわゆるですね占い師がですね、それぞれねカードのところを持っていって、プレイヤーたちが占い師になっているので、みんなの手元にあるカードがですね全体で何枚あるか、どの種類がどのぐらいあるかっていうのを想像していきましょうと。そしてそれのところはですねドラフトがキーですよと、こうなってるゲームなんですね。ドラフトしてだんだんお互いのプレイヤーのカードの中身が分かってきつつ、これはこのぐらいあるんじゃないかっていうことを必ずですね何枚かはかけないといけないですね。いやいやもうないっちゅうにって思いながらも、その枚数をかけたい場所も空いてないかもしれないっていうところがあって、ドラフトとですねこの読みっていうのが合体した中量級の非常に良作だったんですけども、どうやった手に入れんってぐらいですね、今これね手に入りにくいんですね。これですねギルドマーチャントのエクスプローラーとかね、最近出したですねブリッド・ジェイ・ギルバーさんのですね昔の作品で非常に面白いんですが、ザ・ゲームギャラリーの方でももうさすがにちょっとこれ入手難すぎるから紹介するのちょっとやめとこうかっていうぐらい難しかった作品なんですが、こちらの方がですね新たに2人用のルールも修正されたバージョンで、しかもアートワークはこのままで来年初頭には出てくるぞということがアナウンスされました。いやこれ本当に楽しみですね、楽しみに待っていたいというふうに思います。2つ目こちらしてコニーですね。なんかねうさぎちゃんの可愛いアートワークありますけども、いわゆるですねサニーバーさんが出された鶏のゲームヘンズですね、あちらのメーカーの次回作ということになっていて、今度はうさぎをどうも集めたりするということなんですが、カードに特殊効果がやや多く入っているので、これは日本語版の方がプレイもしやすいんじゃないかなとおっしゃってましたね。こちらについては年内の発売が可能だったらなという感じの模様のようです。そしてこちらですね、FTMA ですね。これね、ボードゲームギークやなんかの方ではね、もうサニバーさんのね、アイコン付きのやつがバーン出てたので、まあ、それは知ってるよという方もいらっしゃると思いますけども、こちらも正式に発表されましたね。これですね、フリードマーさんのですね、軽めのゲームラインということになっていて、基本的にはですね、これね、数字のですね、カードを出していくゲームなんですね。手札をなくしていく方なんですけども、だんだん数字がね、大きくなっていくんですね。で、出せなくなってしまうと、私出せませんって言って、まあ、場のカードを一手引き取ると。こういうね、非常にシンプルなゲームなんですが、ポイントになっているのは、これカードを誰かが出し切ったら終わるんですけど、その時に残ってるカードの一番大きい数字がプラス、そしてそれ以外の数字は全部マイナスになってくるんですね。なので大きい数字残しておきたいなと思いつつ、でも大きい数字でないと出せないなということが繰り返すと、この中でどうやって自分の手札をうまく改善していくか、しかも出せないって言った時に手札を改善するチャンスがあると、こうなってるんですね。実は私これ九州のボードゲームカーニバルのところですね、サニバーさんにやらせてもらったんですね。いやこれは面白いなと思っていた作品がこちらだったので、いやこれがですね早々と日本語版登場ってことね、素晴らしいでございますね。こちらの方ですね秋口に発売できればとおっしゃってましたので、まあもうすぐですよね、7月終わっちゃいますからね、こちらの方もですね待っていたいかなと思います。そしてこちらですね、ロンドンネクロポリスレールウェイですね。これねドクロが好きな男ダニエル・ニューマンですね、日本語がねメーカーから出るって決まったよなんていうダニエル・ニューマン自身のね自分のツイッターの方でもねつぶやいておりましたけども、彼の新作のこのロンドンネクロペスレリベの方もサニバーさんの方が出るとこうなってましたね。非常にですねソロの要素が強いですね。このロンドンでねこの疫病なんかが始まってしまって、死体がバンバンできたということなので、それを共同墓地の方にですね送っていくってね、アークライさんのですねデッドマンとかねありましたけども、この人はやっぱりこの死体系とかのどころ系好きなんですね、いうことになっているこの作品。そしてこのエンジンを作っていくので、いかに効率よくですね共同墓地の方に運んでいくかっていうところがポイントになっている作品で、まあダニエル・ニューマンなんて相当変わってるんだろうなというふうに思っておりましたけども、こちらの方もですね年内ぐらいには出てくるということになっていました。いやこれね入手経路どうするのとかね思っていたので、こちらの方もですね非常に良いでございますね。そしてもう一個こちらですね、 QE の拡張セットコモディティーズですね、こちらの方もですね新しくですねサニバーさんとですね扱われるということになってました。残念ながら基本セットの日本語版はもう再プリントにならないということをおっしゃってらっしゃったので、英語版の方ですね日本語訳をつけてこの拡張セットのタイミングで出そうかなということになっておられるようです。こちらの方はですね前回の時に、ね、入札していってね無限にお金をかけますよというゲームでしたけども、最もお金を入札した人は従来通りのことのですねものをもらえる、2番目に入札した人にですね別なものがもらえるってことになったので、2番目に入札するにも価値がありますよというところですね非常に面白い要素ができたということになっているようです。こちらの方がですね2023年秋頃、もうすぐですよこちらもね、いうことになっておりました。いやー新作ねバンバンと出ましたね。合わせてですね進捗情報の方です。こちらですねマーベルゾンビーズですね、いろいろねあったようでございますけども、こちらの方はですね2023年7月28日もうこれ配信してる日ですね、こちらの方からですね早ければ発送開始ということになってました。当初より1、2
2ヶ月遅れたようですけども、まあ、7月中にはなんとか発送開始できますよということになってましたね。これ以外のねセットいくつかあったと思いますけども、それについてはもう少しお待ちくださいということでした。でもう一つこちらですね、ドローントゥアドベンチャーですね、こちらの方はですね、マーチャンズ神戸なんかのねメーカーのところですね、次の作品ということになってますけども、改変的なですねタイプのゲームということになっていて、こちらもですねもうちょっと早いかなとおっしゃっておりましたが、最終的にですね2020年8月、まあ、来月ぐらいですね、来月ぐらいにはなんとか出てきそうということになっていました。ライトのね感じですね、様々な冒険の断片をですね切り取られたっていうところで、紙ペンならですねこれホワイトボードタイプにね書き込んでいくっていうゲームなので、まあ、繰り返しプレイできますし、レガシータイプではないので何度もですね遊んでみてほしいなんてことでおっしゃられておりました。これもねすぐでございますね。そしてこちらですね、ファサネリーですね、あのね鳥をですね集めていきましょうってね、円でぐるぐるってね丸くなってるところにですね、だん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 カードを取っていこうって例のあれですけども、こちらの方ですね新しくとんがったですね能力が入っている鳥が増えましたよということになってますね。1セットだったら2人までね、2セットだったらですね4人までプレイできるって例のあれですけども、こちらの方の新しい鳥セットもこれもですね9月に発売予定というふうになっておりました。いやー多いなサニーバーさんっていうね感じがいたしますけども、このすぐ後の方ですねマーベルゾンビーがやってきますし、そのすぐ後のところにはですねドローンとアドベンチャーが来ますし、そしてファサネリが来るっていうのはね、この789とバンバンバンとつながってやってきて、その後には新作が5つほどどん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 と来るとね、もう年内は毎月新作出るんじゃないかぐらいの勢いでございますけども、こうしたことがですねサニーバーさんのサニーバーニュースの方で2023年7月27日の方で発表されてました。いやディビナリーびっくりしましたね。まあ相当いろんなメーカーさんにねあれ出さないんですかって私も聞いたことありますけども、まあようやくという感じになりましたね。あとロンドンネクロブスレレベもね気になったんだけど、入手経路はどうなのかなと思っていたので、あのあたりもですね国内流通するのはありがたいと思っている方いらっしゃるんじゃないかななんていうふうに思いますね。というわけでですねサニーバーさんのですねニュースの方からですね新作そしてですね最新情報をですねまとめてお届けいたしました。ザゲメチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。